晩年のチャールモント伯爵初代チャールモント伯爵、ジェームズ・コールフィールドはアイルランド王国の貴族、政治家。政界ではホイック党に所属し、文化面では王立アイルランドアカデミーの初代会長を務めたことで知られる。ポンペオバトーニによる肖像が、1750年代。第3代チャールモント施策。 ジェームズ・コールフィールドとエリザベス・バーナードの息子として、1728年8月18日に、ダブリンで生まれた。1734年4月21日に、父が死去すると、ジャールモントシャク位を継承した。1746年から1754年まで、海外で過ごした後、帰国して1754年10月7日に、アイルランド貴族院議員に就任した。 1749年から1792年まで、アルマー県総督を1755年から1799年に死去するまで、アルマー県主首席治安判事を務めた。7年戦争中の1760年、ベルファストの守備に召集された兵士を指揮した。1763年12月23日、アイルランド貴族である。 アルマー県におけるチャールモント伯爵に除された。1783年2月5日に、聖パトリック騎士団が創設されると、同年3月11日に、定員15名のうちの一人に選出された。同年8月18日、アイルランド数密院の数密顧問館に任命された。このように、官職任命や伯爵への助爵がなされたが、議会では野党の立場にあり、 ヘンリー・グラタンやヘンリー・フラットとは正解における名友だった。例えば、チャール・モント・伯爵シャクは1768年にフラットが提出した8年議会法をアイルランド貴族院で可決させ、1780年にヘンリー・グラタンと共にアイルランドの独立を訴えた。同年7月にアイルランド義勇兵の指揮官に選出され、 1783年11月にはダブリンで開催された義勇兵団体の会議において議長を務め、その影響力を発揮して義勇兵団体とアイルランド議会の間の武装衝突を回避した。また、アイルランド王国とクレートブリテン王国の合同に強く反対した。文化面では1755年5月29日に王立協会フェローに 同年6月5日にロンドン高校協会フェローに選出された後、7月15日にダブリン大学より LLD の名誉学位を授与され、1756年1月13日にイングランド古代ハグランドロッジに加入してフリーメイソンになった。また、1785年から1799年に死去するまで王立アイルランドアカデミー会長を務めた。 1799年8月4日にダブリンの自宅で死去、アルバーで埋葬された。息子フランシスが爵位を継承した。死後、改装録がフランシス・ハーディの編集を経て1810年に出版された。1772年から1776年までアイルランド担当大臣を務めたジョン・ブラキエールは1775年に、 チャールモント伯爵を私生活では愛想のよく尊敬に値する人物である。政治においては感触持ちで気難しいと評し、エドマンドバークは1785年にチャールモント伯爵をアイルランドにおける最も画僚で育ちの最も良い人物と評した。1768年7月2日、メアリー・ヒックマンと結婚になを設けた。ありがとうございます。